パッケージ変数とスコープについて説明していきます。ちょっと足が出るかもしれないですけど、ご了承ください。スコープは、まあ、ちょっと今までちょっと口で喋る際にスコープって言ってきたと思うんですけど、まあ、ちゃんと説明すると、スコープは識別子、まあ、変数名とか関数名ですね、を参照できる範囲になります。参照元によって所属するスコープが違いますと。親子関係があって、親のスコープの識別はこのスコープからこう参照できるという感じになっていて、Go のスコープはリキシカルスコープというものを採用していて、スコープの種類はブロック、ファイル、パッケージ、ユニバースの4種類になります。ブロックスコープっていうのは、まあ、要するに中括弧から中括弧までの間のスコープですね。ブロック単位のスコープになっていて、if for とかの、あと関数定義で作られるブロックになります。まあ、こういったやつですね。この中括弧から抜けると別の、スコープになりますんで、G の N と F の N は別物ですよという感じになります。ファイルスコープ。ファイルスコープはあんまり意識しないと思うんですけど、よくよく考えると確かにそこにいるみたいなスコープですと。パッケージのインポートはですね、ファイル単位で行っていると思いますけど、2つファイルを作った場合に、FUM とパッケージの関数、FUM とプリントネイルを使いたい場合、ファイル1でもインポートしないといけないですし、ファイル2でもインポートしないといけないと思います。なので、両方ともにインポートを書くと思うんですけど、じゃあ、その FUM とドットプリントネイルのその FUM とっていう名前はどこのスコープなんですかというと、ファイルが変わるとインポートを毎回しないといけないということは、ファイルごとにそのパッケージ名が管理されているということなので、そのパッケージ名はそのファイルスコープと呼ばれるもので管理されています。まあ、ファイルごとのスコープですね。基本的にファイルごとのスコープっていうのはこのパッケージ名を入れる機能以外はないです。なので、もしこのファイルごとにスコープを管理しない場合、どうのことが起きるかというと、パッケージ単位だった場合、一つのパッケージにいっぱいインポート文を書く必要がありますよね、普通。このパッケージも使う、このパッケージも使うって感じで。ファイル単位で書ける場合は、そのパッケージを使うところでインポートを書けばよかったんですけど、そうじゃない場合、パッケージで1回しかインポート書けない。1つのパッケージに対して、インポートパスに対して1回しかインポート書けないみたいになってしまうと、なんかインポート .go みたいな謎の Go ファイルが作られて、そこにインポート文がバーっと並ぶと。なんか、そうですね、C 言語のヘッダーファイルみたいなやつが登場して、全部そこでインポートするみたいな、そういったルールになってしまうと思うんですけど、そういうのはすごいコードが読みづらいので、ファイル単位になっています。ちょっと時間がなくなってきましたけど、パッケージスコープ。パッケージスコープはこの組み込み関数と組み込み定数、あとは組み込みの、なんだろう、組み込みの型、組み込み関数、定数みたいなものが入っています。で、ちょっとこれは面白いので説明一応しておきますと、ユニバーススコープには、まあ、フォルスとかも定義されていて、まあ、こういうことできますと。これまあ聞くとですね、大体なんか、はい、ちょっとこれだけやりたいな。ちょっとこれやりましょう。答えどうなると思いますか？何が表示される？または何も表示されない。コンパイラーになる。何でもいいですけど、どうなると思いますか？一つ書き込まれましたね。トゥルーが出ますよと。ちょっとやってみましょうか。お、皆さんトゥルーですね。偉いですね。トゥルーですと。なんでトゥルーなんだろうと。フォルスって書いてるじゃん、ここ。
トゥルーなんてどこにも書いてないと思うかもしれないですけど、フォルスは、ユニバーススコープで定義されている定数です。識別子ですね。キーワードじゃありません。キーワードっていうのはこういうやつですね。ファンクとかインポートとかパッケージですね。もしこいつらだったら識別子に使えないので変数名に使えませんと。でも、ユニバーススコープで定義されている単なる識別子なので、それよりか下のブロックとかで、それよりか下のスコープで書き換えることが可能です。で、これは、フォールスという変数を定義してあげて、トゥルーという値を入れてあげてるだけですと。なので、このブロックでは、これ以降は、フォールスはトゥルーですと。なので、フォールスという変数の中にはトゥルーが入っているので、これは、ここの、フォールスという変数の値が出力されますと。フォールスの値はトゥルーなので、トゥルーが出ますと。同じシリーズとして、int ストリングとか、こういうのもできますね。こういうこともできますと。タイプをしましたね。n はイント型です。ただ、組み込み型のイント型じゃなくて、この関数の中で定義されたストリングをベースにしたイント型なので、0値は空文字です。空文字とホゲを結合させて、ホゲが出てるという感じになってます。もう一個ぐらい、ちょっと見ておきましょうかね。コンスト iota イコール0。コンスト a イコール iota b、c となりますと。a、b、c の結果はどうなるかなと。0、0、0ですね。iota も、こいつは、ユニバーススコープで定義された定数になります。特殊な定数で、この1行ごとに値が変わるやつなんですけど、そういう機能を持ったユニバーススコープの iota を書き換えてあげて、ここではもう0固定の定数となっています。なので、これ実行すると0、0、0、0ですね。で、この上書きを消しちゃうと、ちゃんといつもの iota に戻りますという感じで、ユニバーススコープっていうのがあります。ちょっと3分過ぎましたね。じゃあ、ちょっとパッケージ変数。ユニバーススコープの話をしたけど、ユニバーススコープまだ出てなかったです。ごめんなさい。あら、ごめんなさい。ちょっと順番間違えましたね。ユニバーススコープの話がしたかったから、ユニバーススコープの話からしましたけど、パッケージスコープ飛ばしましたね。はい、ごめんなさい。パッケージスコープはパッケージ単位のスコープになっていて、パッケージ外に出ると基本アクセスできないですけど、大文字の識別子の場合だけ、パッケージの外からアクセスできますと。で、パッケージ変数。パッケージ変数はパッケージスコープで定義された変数で、まあ、基本関数間での変数の共有のために使われます。関数内で定義した変数は関数の外に出ると消えてしまうので、関数のまたいだデータの共有を行うために使われます。ただ、パッケージ変数を使った関数間のデータの共有はあまり良くないとされていて、使うとしたら、メソッドを用いて、メソッドのレシーバーをフィールドにして扱うってことをやってもらった方がいいですね。で、下の例だと F の中で MSG、メインの中で MSG 参照してますけど、これ両方ともパッケージ変数で、こうやって、途中でメインの中で書き換えてやることができますと。で、パッケージ変数の変数定義はですね、イコールでしかできないです。コロンイコールは関数の中でしか使えませんと。で、ちなみにこのパッケージ変数をなるべく使わないという理由としてはですね、Go ルーチンとチャンネルが出てきたときに、Go ルーチンの間でこのデータの競合というのが発生するのは、基本パッケージ変数を使っているときが多いので、
まあ、使わない方が身のためですよという理由になりますと。